がピッペで決まってんな。そうでんな。腰の振りもピッペで決まってんな。そうでんな。とにかくほんまよう聞くんですわ。そうでんな。あんたそうでんなしか言えへんのか。そうでんな。いい加減にしなさい。そうでんな。ピッペで決まん。え？あなたがそうさせた。適飲食生活丸大から。大観衆の中で孤独でも、私は決して一人じゃない。110年新たな出会い、安田生命。肌のことを真面目に考えました。モイスチャー飲料ムコス、ポッカから新発売。赤いカードの丸井がお送りします。こんばんは、上野由依です。今夜はディストレ情報です。ジャイアンツのリーダー原選手が岡崎選手や吉村選手を引き連れて中入りでディストレに入っています。残念ながら今日は雨のため宿舎近くの体育館での練習となりましたが、ランニング、ストレッチ、キャッチボール、バスケットというメニューをこなしながらオフの間に硬くなった体をほぐしていました。またこの日は風で2日間ダウンしていた岡崎選手も参加しました。吉村選手も今年は仲間と一緒のトレーニングで嬉しそうですね。そして今年は無言のリーダーを目指すという原選手にお話を伺いました。自分自身がこういう、上の年齢になってきてね、大人数でやるってことは結構楽しいし、で、そういうものが自分がやることによってね、岡崎、吉村、駒田、あの連中が上になった時にね、またそういう形で引き継いで、後輩の連中の面倒を見るっていうね、でそういうものがジャイアンツのこういい伝統になってくれればね、みんなでこう大きな目標をこうみんなでこう引っ張ってってね、ゴールまで持っていければ一番いいなと思いますけどね。リーダーとしてですね、原さんがご覧になって若手になんか一言というとどんなこと？やっぱり自分に責任を持って、もう引っ張っていってもらいたいっていう感じですね。自分がっていう気持ちをやっぱり強く持ってね、やってもらいたいですね。スポトレファンにですね、原さんの決意のほどを一つ述べていただけませんでしょうか。去年素晴らしい優勝の味というものを味わわせてもらったんで、その優勝に向かって目標は一つ、本当に勝つのみです。ですから勝ちに向かって全員でチーム一丸になって、引っ張って、僕自身はチームを引っ張る気持ちで一生懸命頑張りますので、よろしくお願いします。はい、今年はぜひホームランを取ってくださいね。ところでこの冬、寒い寒いと言ってるうちにすっかり太ってしまいました。私もそろそろ自主トレをしなくてはと思っています。皆さんも特に若い方は今からお腹が出ることのないよう元気に冬を乗り切ってください。それでは。私が私になるカード、丸井のカード、赤いカード会員募集中。丸井女と男のスパークリングセール、パート3デザイナーブランドオフ、今買って夏のボーナス一括払いも OK。 いいものいろいろオフ、欲しいものいろいろオフ、丸井の宝飾決算処分市開催中、夏のボーナス一括払いも OK。 私はメガネの私が好きです。いいメガネを探そうね、丸井のメガネ。ペディグリーチャムミキサーの誕生です。数多くの野菜や穀物にビーフの美味しさをたっぷり絡め仕上げた新しいタイプのドッグフードです。
うちのワンちゃんの食事には何かと手を加えてあげたいと思います。いろいろ使ってみましたけど、ペティグリーチャムミキサーは非常によく食べます。食べっぷりは本当に最高です。自信を持って勧められますね。トップブリーダーが推奨するペディグリーチャムミキサー新発売。こんな狭い部屋着ない。とことん探そう広い部屋。お部屋探しのヒーロー、アンパンマン。金曜発売。まばゆいほどにひなの花、美しく新しく。吉徳太鼓ひな人形。顔が命の吉徳。北陸寺には雪の中にあでやかに広がる花がある。冬に舞う夢の花、冬こそ北陸。西日本夢を叶える積み替え、それが暮らし替えです。東急レバブルリバブルフェア開催。もっと新しい XAI 新登場、スバルから LA スペシャル、エアコンついて55万5千円。この番組はあなたにジョイフルタイム JT の提供でお送りします。谷圭です。私が今回非常にこだわっているもの、それは軽くて薄っぺらで、それでいて実にすごいやつ、これです。お分かりですね。そう、ポテトチップスです。ポテトチップスって自分で作ってみると案外簡単。材料はもちろんじゃがいも、こんな種類がいいんですが、おいしいじゃがいもならおいしいポテトチップスができる。原理は単純。皮をむき、よく水洗いしたじゃがいもを好みの厚さにスライスします。冷たい水で表面のでんぷんを取り除くのがコツ。乾いた布でしっかり水切り、油が跳ねてやけどなんてこれは禁物。あとは揚げるだけ。油の温度は約170度ぐらいで 2、3分、食塩を振りかけ出来上がり。作りたてのポテトチップス、これがいいんです。歯ごたえが軽やかでたまらない。しかしこんなおいしいものを考え出した人誰なんでしょうね。料理の天才ですな。ことはじめは昭和24年、占領下の沖縄、アメリカ軍相手に作られました。当時は食糧難、こっちはジャガイモがご飯の代わり、ポテトチップスなんてとてもとても本格的な生産が開始されるのは東京五輪の前年。当時のお値段1袋70円。しかしこの頃はジャガイモの貯蔵技術がなく、秋から冬には姿を消すという寂しい時代でした。そして生産が飛躍的に伸びるのは、冬もジャガイモを貯蔵できる技術を導入した昭和51年。ロッキード事件で世の中騒然の頃、ポテトチップスは5億どころか200億円時代に突入。おせんにキャラメル時代が終わりを告げます。映画館、昔の映画館で、おせんべいキャラメルってあの幕の合間に売って歩いたんですよ。ポテトチップスはなんとおせんべい屋さんの仕事を奪ってしまうほどになり上がるんです。昭和61年、ポテトチップス市場は1000億円。1000億円といえば、1万人が1日1000袋ずつ食べたとしても300年かかる勘定。値段が手頃で、ただいま注目の食物繊維などが含まれていて、しかも美味しい。かく申す私も実にポテトチップスに目がない一人。
今回のテレビムック、私谷啓がこのポテトチップスなる優れものがいつどこで誕生したか謎学の旅に出ます。ポテトチップス誕生の陰に皆さんご存知の意外な人物が次々に登場するんです。広がりました、マイルドセブンの白い世界。新しい軽さ、これからのうまさ、マイルドセブンスーパーライト新登場、キングサイズ220円。私が深まる。見してくる味と香り、オンリーピース。軽くて薄っぺらだからといってポテトチップスを甘く見てはなりません。実に奥の深いものがあるんです。まあちょっとお聞きいただきましょう。まあちょっとこれ見てください。ポテトチップスというのはですね、とても鮮度を要求される、まあ言うなれば生鮮食料品なんですよね。ポテトチップスにはこんな2つのタイプがあったのをご存知ですかな。夏から秋へのポテトチップスは色白、冬のジャガイモは糖分が多く茶色に焦げるんです。そして桜前線ならぬ新じゃが前線なんて代物があるんでびっくり。じゃがいもって全国で作られているんです。これがヨーロッパアメリカ各国のとりあえず代表的なじゃがいも料理なんですが、スパニッシュオムレツ、中はポテトがぎっしりです。ビールによく合うベーコンとポテトのジャーマンポテト、おなじみソ連のボルシチ、凍える冬にはぴったり。ポテトサラダ、これもいいですね。ホクホクのポテトにこってりとバターのベイクドポテト、そしてフレンチフライ、これなんか油で揚げるところが似てます。イギリス人の大好物フィッシュ&チップス、これも関係ありそう。一番可能性が高いのはやっぱりアメリカだと思いますね。あ、やはりアメリカですか。ええ、はあ、じゃがいもをまずね、考えてみたらいいと思うんですよね。じゃがいも、ね、ええ、それでじゃがいもっていうのはペルーが原産地だっていうのはご存知ですよね。はい、今でこそ人々がみんな食料にしてますけども、ペルーからヨーロッパに渡って人々の食料になるためにはもう200年ぐらい長い時間がかかったんですよね。ジャガイモは誤解されやすい野菜でした。なんとカトリックの国々ではエッチな刺激があるという迷信がついて回っていたんです。また初めヨーロッパでは単なる観賞用の植物だったんです。特にマリー・アントワネットなんかが花を髪飾りに使ってパーティーに出たことがあるんですよ。それかもう一つは毒だというふうに思われてたんですね。でその肝心なポテトチップスなんですが、始まりがアメリカらしいという理由は、それでね、私ご紹介したいのが、はい、トーマス・ジェファーソンなんです。トーマス・ジェファーソンというとアメリカ独立の父と言われた、第3代大統領のトーマス・ジェファーソンなんですけどね、ジェファーソン、まことに意外な人物の登場と相なりました。トーマス・ジェファーソンといえば例の奴隷解放の、いやあれは確かリンカーンだったかなどとあらぬことを考えてる間に1万1000キロをひとっ飛び。ニューヨーク、まあそれはいいんですけども、どうなるんでしょうかね。しかし当てはあります、自信もあります。それにしてもこの街は近くなりましたね。
何しろ JAL の直行便でわずか12時間。いつ来てもこの街はエキサイティング。若い人たちが憧れるのも無理ない話。この国のポテトチップス事情はどんなか、とあるスーパーに飛び込んでみました。あったあった、あ、これも。ところでこちらのポテトチップスは我が国日本のごとくいろいろな味付けがしてないんです。そしてその代わりがこのディップソースという代物。オニオン、チーズ、マッシュルーム、各種各用ありまして、こんな風にポテトチップスでしゃくって食べる。聞けばアメリカ人にとってポテトチップスは立派な食事の一つ、ステータスが高いんです。さて、ニューヨークで今一番トレンディーなのが街のあちこちで見かける青空市場、グリーンマーケットなどと呼んではいますが、要するに我が国の朝市みたいなもの。お隣のニュージャージーやコネチカットで採れた泥付きの野菜をアップタウンからやってきたお上品な奥方たちが芽キャベツくださいななどと買ってゆく仕掛け、ついわけもなくジャガイモなど衝動買いする私でした。さて、肝心のポテトチップスですが、どっから調査を進めるべきか。とりあえずアメリカのジャガイモをこの目で直に見ることにします。ニューヨーク州で一番大きいポテト農場を訪ねてみました。なんと敷地が100エーカー。 100 acres in this field. All potatoes. All potato. Yes. この農家はチッピングポテトと呼ばれるポテトチップ専用のジャガイモを作っているんですが、全てが大規模。 This is another part of my potato crop.ここもあるわ。貯蔵庫に案内されて二度びっくり。これだけのジャガイモがスライスされて全てポテトチップスになるんです。ワシントンから2時間ほどのところにあるモンテチェロ。懐かしのバージニアと歌に歌われた大自然のど真ん中のジェファーソン邸。ジェファーソンはアメリカ合衆国憲法の起草者としてあまりにも有名ですが、一方では庭に実験農場を作るほど農業熱心な人だったんです。ジェファーソン菜園には中国から取り寄せたそば、南米のトマトや唐辛子、インドのナス、アメリカの土に合う食用野菜を探し求めたジェファーソンの苦心のほどが忍ばれます。そしてもちろんジャガイモもその一つだったに違いありません。キッチンが実にまた素晴らしい。アリアメリカン調の台所用品がきちんと保存されていて王子を忍ばせます。ジェファーソン自身もこの厨房に立つことがあったんでしょうか。で、ジェファーソンさんはですね、ここで食べ物について相当意欲的に研究されていたっていう話は本当ですか？彼の愛したこの台所はバージニアのフードの中で芽生えた最も伝統的な料理とフランス料理が結びつけられた舞台なんです。ジェファーソンはご存知のように自分の気に入った使用人をフランスへ連れて行き、当時のフランス料理を習得させているんです。それがここに花咲くんです。ジェファーソンは独立後のアメリカを代表してフランス大使を務め、ヨーロッパの文化の真髄に触れます。このモンテチェロクックブックの一節「パリレシピ」にはこんな記述が残されているんです。じゃがいもの皮を剥きスライスしてフライにする。何やら匂います。ところでポテトチップスについてはどうでしょうか。これはジェファーソンさんが考えて広めたと言えるんじゃないでしょうか。ジェファーソンはもちろん偉大な食文化の実験者であり先駆者でした。彼は当時珍しかった野菜を育成し暮らしに広めました。でも残念ながらポテトチップスは彼ではないと思いますね。そうか、ジェファーソンさんではないですね。
日暮れるアメリカの首都ワシントン、灰色に美しく煙るポトマック川、モンテチェロで当ては外れましたが決してめげないのが私のムック魂。ウォーターゲートビルでジャーナリストたちが集まり、ジャガイモ料理の試食会を開いているというニュースを聞きつけ、まんまと潜り込むことに成功します。アメリカのフードコラムニストというのは日本のグルメ評論家、趣味人とは違って、その一言で業界を動かしてしまうほどの権威があるんです。メンバーの中には世界でただ一つというポテト博物館の館長さんなどもいて、実にラッキー。そしてこのやかましい連中を相手にジャガイモ料理を月一で考案し続けているのがこの人。ジャガイモ料理に異常なほどの情熱を傾けているジャン・ルイ、なんと全米で3本の指に入る名コック。料理を見て納得。サーモンにキャビアを添えたカナッペ、金品紫ジャガイモのスープに紫ポテトチップスのクルトン、次々に登場する料理はこれがジャガイモかと驚かされるものばかり。さすがに名コックの腕の冴え。アイダホポテトのカネロニに続いて、なんとポテトのシャーベット、いやいや完全にシャップを脱ぎました。しかしどうもいまいち手がかりに乏しい。ワシントンのこのインデペンデンスアベニューのこの一角にひっそりとポテト博物館があるんです。行ってみます。まあ転んでもただ起きない私のこと、次の行動に素早く移ります。世界でただ一つのポテト博物館です。室内にはその名にふさわしく、ポテトと名の付くありとあらゆるグッズがコレクションされていて、開拓当時の写真、奴隷たちがジャガイモの取り入れに使った道具の数々、ジャガイモ開拓苦心の歴史が忍ばれます。なんとアイダホポテトの袋を着たマリリン・モンローともご対面。この写真がきっかけでモンローはスターへの道を歩き始めます。これがなんとこのポテトチップスをこのスライスするね、ポテトスライスする機械なんですけど、ちょっとやってみてくれますか。これが指を守る蓋ですね。こうしてここにジャガイモを入れますね。で、こうすればいいんです。どうです、よくできてるでしょう。これは薄く切れますわ。これは配達用の缶。かつてポテトチップスは牛乳と一緒に宅配されていたんです。ジャガイモはアメリカ人にとってある種野菜を超えた存在なんですね。アメリカ人のほとんどが多分天が授けた幸せをもたらす芋と捉えているような気がします。このジャガイモがアメリカに定着するまでにはまあいろいろあったんでしょうね。私たちは未だにジャガイモをアイルランド芋と呼ぶんですが、ジャガイモはアイルランドでは大切な主食になっていたんですが、1845年大飢饉に襲われます。そしてアイルランドの人々はジャガイモの種を持ち、新世界アメリカに渡るんです。実にアイルランド人こそ19世紀においてこのアメリカにジャガイモを普及させ定着させた功労者なんです。それでですね、このポテトチップスについてなんですけども、これはアメリカのどこでいつ誰が作り出したものなんでしょうか。ああ、それならサラトガですね。多分あの町で興味深い話が聞けるはずですよ。サラトガ、サラトガ、一歩また一歩謎解明へ着々と詰め寄る私ではあります。そして問題のサラトガです。私はここで話の核心に迫ります。ニューヨーク州の州都オルバニーからターンパイクに乗って30分のサラトガは東海岸一の高級避暑地。言うならばここはニューヨークの軽井沢。
夏はサラトガ、冬にマイアミという暮らしがニューヨーカーの憧れの生活。まあ豪勢なサマーハウスがひっそりとまた巡り来る夏を待ち眠りについております。試しに街を行き交う人々に聞いてみると、誰もがこの街でポテトチップスが誕生したことをご存知なんです。どうやらワシントンのポテト博物館の館長の話はズバリ当たりの様子。かくなる上はサラトガで一番偉いお方を訪ねて、ぜひポテトチップス神前を温めたいと願う私です。かねてはるばる祖国日本から持参したある土産を抱え市長室に直行いたします。まあそういうわけでしてね、この町でポテトチップが生まれたということは我々も突き止めまして確かなようです。でまあここの町でねポテトチップスが生まれたということで、日本でももう本当にこのポテトチップっていうのがもう大変にもう流行っておりましてね、いろんな種類がね。ご覧の通り差し出しましたは大量かつ多種類に及ぶ日本製のポテトチップス。そのあまりの華麗さに市長もしばし呆然。あ、まあ、とにかくこういう風になったのもあなたのおかげと言っても決して過言でないと思います。でも Thank you very much。 どうもどうも。いや、疑問を挟む余地の全くないことですが、この町こそポテトチップスが誕生した場所なんです。かつてこの町にジョージ・クラムというコックがおりまして、ある大変有名なレストラン、そこには大金持ちや著名人の秘書客が食事を楽しみにやってくるんですが、ある日彼は例によって料理を作っていて、たまたまそれがフレンチフライでした。本邦初公開、ポテトチップス誕生の一コマであります。時あたかも日本は世情騒然たる幕末の頃、檻から一人の客が何やら実に不満顔、給仕を呼びつけ料理への厳しい苦情であります。さてこちらコック長のジョージ・クラム、給仕の中心を聞きましてもいささかも動じない太っ腹。これでいかがでございましょう。話にならんとまたまた跳ねつける客、周囲の客たちもただもう呆れるばかり。もっと薄くせんか、もっと薄く。逃れるように立ち去る球児。何、まだ熱いってのか。頼みますよシェフ、もっと薄くしてくださいな。わかった、しかし全くなんて客だと国長。そしてなんてフレンチフライだと突き返す客。何、まだ熱いってのか。怒り心頭に発したクラムコック長、薄く薄くジャガイモをスライスし始めるのでありました。かくしてあまりに薄いフレンチフライが完成いたしまして、お客様いかがでございましょう。ご注文の極薄でございますが、どれどれ、ん、なになに、うん、あら、あらららら、ら、れれれれれれれ、むむ。というのがこのポテトチップス誕生のいきさつなんです。ドラマに出演していただいたのはこの町の人たちなんです。非常に分かりやすかったですね。Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you. どうもありがとう。Thank you very much. Thank you. Thank you. はい。かくて、まあ今からおよそ130年ぐらい前のことですけども、私の後ろにありますこの建物、これは一変焼けまして、これ新しくなってますけども、ここであのポテトチップスが初めて誕生したということをここで改めてご報告申し上げます。薄いフレンチフライが食べたいと粘った客と、超極薄のをこしらえたコック、
その意地の張り合いから生まれたポテトチップス。ジョージ・クラムはこのいきさつから歴史に名を残すコックとなります。後にクラムは自らサラトガチップスという会社を起こします。これがチッピングポテトなんですよ。全くポテトチップスを作るためだけに栽培されたポテトで、それでうちのは美味しいんです。ポテトチップスは初めサラトガチップスと呼ばれていたんですが、そのクラシックなポテトチップスを頑固に作り続けている会社が残っていました。これはいわば手焼きせんべいならぬ手揚げポテトチップス。19世紀のそれはカリッとして塩味が爽やかでなかなかの一品でした。私もやってますよ、カウチ族。しかしひょんなことから誕生したこのポテトチップスがなんと今や1000億円。はあ、意地悪がね。では Let's take a walk on down the block, just me and you.お仕事の合間の石森さんのくつろぎのひとときっていうのは、はい、僕はあのビデオ室ってのがあるんですよね。そこへ入りまして、その日の気分に応じて一本ないし二本見るわけですね。それからあのベッドへ入るわけですけども、そこにはね本がね添え寝してあるんですね。本なんですか。本なんですよ残念ながら。それでこの小説あるいは映画というものがね、僕にとっては、まあ、心のふるさとみたいなところ。つまり僕が一番の中学の頃はね、小説家になりたいっていうのが夢だったんですね。で高校時代になってたくさんいい映画見て映画監督になりたいっていうのが2番目の夢だったんですね。ですからビデオと本を読むその時間っていうのが僕のリラックスタイムになるわけですね。JT! これこれ、そこで何をしてんの。お前というものはどうも野暮でいけねえな。この野暮、江戸時代中期町人文化の乱熟期にもてはやされたこと。野暮はなぜ逃くれるのか。そこのところ私坂田明が日本全国民を代表しないで個人的に謎学の旅に出させていただきます。 JT 日本タバコのコミュニケーションネームです。グリーンビジネスや食生活を中心としたアグリ事業、すべての人が健やかに生きていくための医薬事業、スポーツクラブトリムをはじめとするフィットネス事業、ハーフタイムでおなじみの飲料事業など、日本タバコにいろんな新しい顔が生まれてきたので、これからは JT 番組はあなたにジョイフルタイム JT の提供でお送りしました。この後は今日の出来事、11時半からです。
する日が休日です。駅から始まる雪休み、ビュースキーパック。いやまあ風には困り、風邪薬はベンザエースに決定いたしました。ベンザエース。新しい情報、新しい生活、ワールド